く普段着ないんでちょっと新鮮です。ね、可愛いですよね。どうですか？はい。逆の手でも。こんな私もいいんじゃないですか。恥ずかしい。ちょっと手を持って。ちょっと期待しないでください。私ほんとこういうのは多分下手だと思うので、まあ私らしくね、まあきっと多分不器用なりに伝わればいいんじゃないかなって。あれ演技、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お待たせしました、ゆきこさんです。はい、ゆきこで同期のしゃこです。よろしくお願いします。ほらって言って、このパエリア美味しいんだよ ねって言ったら歩き出しましょう。テーブルを僕の足の上に置いてもらっていいですか。ここで。そうなんです、今日は大人っぽい黒でモノトーンなドレスで。そう、はい、自分らしく自然にやるのが逆に緊張してできなくなっちゃったの、できなくなっちゃったりするので、まあなるべく自然に私らしく言えたらいいなって思います。よーい、スタート。ほら、ここのね、パエリア美味しいんだよ。すいません、あのね、ママの国ではパパが間違えたカットです。間違えた、大丈夫です、全然大丈夫です。パパの国よーい、スタート。全然待ってないよ。お店入る？行こ。ああ、美味しそう。あ、これね、よくママが作ってくれる。あ、こんなに料理見てたらお腹空いてきちゃった。すいません。お待たせしました。綺麗でしょ？あのね、ママの国スペインでは男性から女性にバラの花束をあげて告白するんだって。はい、カットです。カット、カット。何名でしょうか。綺麗でしょ。はい、いい感じ。私らしいと思います。はい、では OK です。やったー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい。挨拶ですか。スペイン流の挨拶。最後のおまけ。はい、カットです。カット、はい、いかがでしょうか。どうでしょう、どうでしょう。大丈夫、もう一回いいですか。もう一度見てやってますか。ありがとうございます。やった、嬉しい、嬉しい。パカパラが似合う。嬉しいですね、かなり。いつもと違いますか。調子に乗ってみて。いくよ。そう、いろいろポーズとって。そう、はい、はい、そう、いいぞ。はいよ、はい、はい、そう。そうですね、あの恥ずかしい部分もいっぱいあったんですけど、でもいい、こうなんだろう、私らしい映画撮れてたらいいなって思います。私が嬉しいと思った時の表情とか、あの全然待ってないよとかっていう、そういう素な表情を見てほしいですね。はい、絶対選ぶのはチーム K2 のおぎそしおりちゃんですかね。見てみたい、やってみたいです。実際におぎそが出てくるのをなんかニヤニヤしながらやるとはい、はい、今回私を選んでくれたあなた、ありがとうございます。そうですね、今回はたくさんの48グループが集まったゲームなんですけれども、まあ、ハーフで、まあ、こういうスペインという料理のお店で撮ってるのはきっと私だけなので、
まあ、そこが私の魅力でもありますし、存分に楽しんでくれたら嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。そうですね、私だったらやっぱり好きな人だったら諦められないので、きっと遠距離でも毎日必ず連絡は1回取って、お互いその日の1日のその情報を交換したりとか、あとは電話したり、あと会える日があったら必ず会ったりっていう風にしますね。そうですね、料理とかは多分あまりできないので、一緒に出かけて一緒にご飯食べに行ったりとか、なんか癒される時間を作りたいです。はい。あ、でも誕生日メールとか欲しいですね。誕生日メールをもらって、あとはそうですね、ちゃっかり自分が欲しいって言ってたものをその相手側が知っててプレゼントでもらったら嬉しいです。多分人混みとかよりは、あ、でもどうかな、もしその相手がそう遊園地とかそういうのが好きだったらそういうところに行きたいですし、でもあとは夜景とか見たいですね。はい。大笑いしてダッサって言いますね。ダッサって言って、ではじゃあ来年のまた夏祭りまた一緒に来ようねって言います。来て一緒にやろうって言いますね。